こで三石先生のタンパク質の取り方は、体重が65キロなので 65g が1日で必要のため、毎日40〜50g のプロテインを取り、残りは食事で達成するようにしています。三石先生の意図としては、プロテインで1日の摂取量近くまで満たしておけば、残りのタンパク質の量に対して神経を使わなくてもいいからと言われます。まとめると、高タンパクとは1日に必要な体重の1000分の1のタンパク質を質のいいもので満たしていく考え方となります。つまり三石先生が提唱する高タンパクの高の意味とは、高容量ではなく高品質なタンパク質を必要量満たしきるということです。